は昔ガイアジャパンのオーディションを受けました。そこで、落ちました。でもなんか納得がいかなかったらしくて、知らなかった道場を探り出し、道場練習中なのに道場まで乗り込み、なんでうちが落ちたんですか、理由を教えてくださいって訴えに来た、なんかすごい変な人だった。行われた忍者運動会にもちょっと来たよっていう人いますか？ああ、ありがとうございます。その時に絶対ツイートとかしないでくださいねっていう話を、秘密の話をしました。それは何かっていうと、まあ、すごい仲がいい選手がいました。だけどその選手がファンからもらった人形とか手紙とかをこの控え室のゴミ箱にポイポイ捨ててたんだ。手紙とかも、うわ、何こんなこと書いてる、キモいみたいなことやったの。だけど、そうで、蘭丸さんがその人に、いや、そんなことはしたらあかんでって、心を込めてな、くれたもんやから、こんなんも捨てたりとかはしたらいかんって言ってたら、もうそれまですごい仲良かったのに、その人が、賛成した、みたいな感じで、態度が激変して、っていう選手の名前を言うぞ。私はええねん、別に。もうな、その子も反省してな、ちゃんとな、会員誌にしてるはずや。ほんとか？ええ人。もうな、お前らにな、忍法なんかいらんねん。もうな、お前らは忍者じゃないねん。忍法、寝巻き替えの術、ドーン！
たちの言うことは絶対。あ、手羽芍薬。